現場外務大臣は4月28日から5月6日まで南西アジア、中東、北アフリカを訪問し、また第四回ティカット閣僚級フォローアップ会合に出席しました。ここではその前半を紹介します。日本の外相として35年ぶりの訪問となったネパールでは、4月29日ヤダブ大統領 バッタタライ首首相相シュレスタ副首相兼外相や主要政党党首と会談しましまた一連の会談で、現場大臣は、平和プロセスへのネパール政府の真摯な取り組みを高く評価するとともに、伝統的なネパールの友好国として、憲法が期限内に制定されることを期待し、ネパール政府の取り組みを後押しするため、農業、教育、 食料インフラなどの分野でネパール国民の立場に立った支援を行っていきたいと述べました外相会談では加えて南アジア地域協力の枠組みであるサークとの関係を次期議長国ネパールとも協力しつつ域内連結性向上などの分野で一層強化したい旨を表明しましたこの機会に 食料増産支援に関する交換公文の署名式および選挙管理用サーバー引き渡し式を行いました次に日本との国交樹立60周年にあたるインドを訪問30日クリシュナ外相と第6回日インド外相間戦略対話を行いました戦略対話では 戦略的グローバルパートナーシップを一層強化すること、海上安全保障など海洋問題を扱う海洋に関する対話や、サイバーに関する二国間協議を立ち上げることについて一致しました。さらに、宇宙に関する協力、レアアース共同開発の早期実現、日インド原子力協定交渉など様々な分野の協議を行い、 北朝鮮問題などの地域情勢や国連安保理改革なども取り上げました引き続き現場大臣は第一回日インド閣僚級経済対話の日本側議長を務めました同対話ではデリー・ムンバイ間産業大動脈構想やチェンナイ・バンガロール間の包括的統合開発マスタープランなどのインドのインフラ開発 日インド包括的経済連携協定のフォローアップビジネス環境整備などについて情報意見交換を行いました両会合終了後の共同記者会見で現場大臣は次のように述べました最後にですね改めて申し上げたいと思うことはこの戦略的グローバルパートナーシップがこのような形で具体的に進化をしていっていま 今後です、ね、大切なことは、毎年、首脳間が総合訪問をし、また外相で戦略対話を行い、またことしから始まったこの閣僚級の経済対話というものを、継続的にコンスタントに開催をしていくことが重要であるというふうに認識をしております。 他の閣僚級経済対話参加者とともに新首相を表敬訪問しました次に現場大臣は中東和平の当事者であるイスラエル・パレスチナ自治区を訪問しました5月1日イスラエルのリーベルマン副首相兼外相と会談同会談では外交関係樹立60周年を期とした 二国間関係の強化を確認するとともに、入植活動の凍結や、パレスチナ側への安定的・持続的な税の還付を申し入れ、また、平和と繁栄の回廊構想の実現に向けた協力を求めました。イラン問題について、我が国を含めた国際社会は、対話と圧力のアプローチのもと、前例のない圧力をかけ、一定の効果を持ち始めている旨を述べ、 先制軍事オペレーションは世界経済を大混乱に導くものとして忍耐と自制を強く要請しましたまた、現場大臣は前日にネタニヤフ首相のご尊誠が逝去したことを受け同首相を弔問した際意見交換を行いましたその後、記者団にイラン問題に関するやり取りについて次のように述べましたやはり、えー ということを述べたところメタニア国中小自身より戦争は望まないという発言があったところであります同日夜日イスラエル外交関係樹立60周年記念レセプションに出席しました5月2日現場大臣はホロコースト博物館のヤドバシェムを訪問同にある 杉原千尋氏の記念樹を訪れましたまた博物館でホロコーストの犠牲者に深く哀悼の意を表するとともにこのような悲惨な出来事が二度と起こらないことを記念しますと記帳しました続いてパレスチナ自治区を訪問しファイヤード自治政府首相と会談またヨルダンでアッパース自治政府大統領と会談しました 両会談で現場大臣は、中東和平についてイスラエル側との会談で行った働きかけを紹介しつつ、パレスチナ側にも慎重かつ現実的な対応を求めました。また、対パレスチナ日本政府代表に大使の名称付与を検討していること、大統領選挙や立法評議会選挙への支援検討の用意があること、 パレスチナの財政状況改善に資する支援を検討していくことを伝達しましたさらにハマス関係者が含まれる内閣が組閣される場合には暴力放棄、イスラエルの生存権承認などの表明を望む旨などを述べましたまたイスラエルとパレスチナの共存共栄に向けて我が国が推進する平和と繁栄の回廊構想のサイトである ジェリコ農産業団地を視察しました同2日、ヨルダンではジュデ外務大臣と会談ヨルダンの中東和平プロセスへの仲介努力を評価する旨などを伝えましたその後、現場大臣は次の目的地のエジプトへ向かいました